こんにちは、おじさんです。ウォッカさんでですね、桜花賞行きます。どうでしょう、もう人気も見ませんでした。もう人気もなし、見ずにそのまま行きます。タタタッと行きます。もうこれでダメならゲームオーバーですからね。まあ4番人気か、3番以内なら十分可能性ありますね。よいしょ、ということです。これでダメなら、まあでも3歳自分取ってくれましたからね、おじさんあれだけでもう十分です。とりあえずおっかさん頑張ってくれました。ということでちょっとですね、カンコレつけてるのでカンコレちょっと見ます。すいません、カンコレの画面も見てたので。あれ、インスタント出してるよな、カンコレ。カンコレのイベント、これいつまでなんだろう。実はおじさんよく分かって、あ、やば、画面が消えようと。これさっきこれをやって画面消えたんですよね、3歳の G1 の時に。さーて、どうでしょう、ゲームオーバーなるか、まだ続けれるか、そこが問題です。ふう、おじさんもちょっとですね、ドキドキします。誰が一番人気なんだ。でもこの後ダービーですからね、まあどっちも次でとかな、わからないですけど、距離かな、どうでしょう。まだ新米調教師のおじさんですから厳しいんじゃないのかなといったところです。展開のあやかな、どこにいるんだろう。7枠か外か、怪しいな。リセットかもしれませんね、これ。中におるんならですね、いける可能性があるんですけどね、十分。さっきも外だったでしょう、大体勝ってもおかしくなかったんだかな、さっきの中な。あら、落ち着かない様子とか言ってますね。リセットあるかな、これ。オグリの位置ぐらいにいたらいいんですけどね。あ、勝った。お、決まりました、やった。おー、桜花賞取れました。嘘でしょ、え、マジ。いやー、ダメかなと思ってたら来ました、勝ちました。ちょっとおじさん感動です。これで2歳から考えてクラシック2冠です。ダービーも期待ということはないでしょうね。無理だな、まだそれなら。あ、秋の週刊賞の方が可能性があるかな。ということで、ファンファーレ行きます。そうでしょう、といった感じです、おじさん的には。いやー、ダメかな、ダメかな、と思ってたんですけどね。嘘の世界ですね。マジで、とかいう感じです。ウォッカさん頑張ってくれましたね。ちょっと頑張って調教師カード引いてよかったのかな。いやー、
いけるとは思わなかったな。今のはちょっとですね、おじさんびっくり、仰天、といった感じです。いやー、マジ。いやー、来るとは思わなかったな。でも次のダービーはやっぱりダメだろうな。距離的に厳しいような気もするもんな。というわけじゃないけど、まだちょっと調教師、レベルが低いから厳しいですね。利口に期待したいと思います。という感じですけど、まあ分からんですけどね。実際は。やってみないと分からないというわけないな。出てくるからな。いいメンバー、ダービーぐらいになると。でも、大仮想とワルトで、よかったです。2冠です。2、3。とりあえず2、3のマイルはいけました。という感じです。ああ、長生き、あれですね。さっきのあの、長い棒ですね。今度はちゃんとあれします。これ、40しとったら画面切れたんですよね、さっき。知らないから、おじさん。いや、まさか割りかかると思うし、妙に長いっていうか、これ、なんか長いなぁ、重たいなぁ、といった感じです。あんまりポツポツあると停止になりますしね、おじさん携帯古いんで、iPhone じゃないんで、あれがついてないですからね、初めから録画機能。タイプシャトルか。小栗さんわかるけど、多分タイプシャトルだろうな。こんなあれだったっけ。いやー、ちょっとびっくりしましたね。おっかさん、2回いけるとは思いませんでした。2、3でとりあえず前半。おじさんもびっくりです。まさか来るとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。まあダービーだ、ダービー、あ、でもダービーダメ言わず、あ、ダメだったらゲームオーバーなんじゃ。週刊誌まで行きれないんですよね、よく考えたら。ほんまよ。だから週刊誌があるから相手言おうと思ったんですけど、週刊誌ダメだな、よく考えたら。そうだ、忘れてた。次ダービー3番以内か5番以内とかって書いてあったような気がしたけど。ということです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。あ、新しい歌だったんじゃ。ということです。